はい、こんばんは、夜のスピーチャーテレビの時間でございます。あ、今日は悟りへの道の時間ですね。はい、ということで、司会のスピーチャー宗教研究家の小泉美人です。本日は、先日、12月14日に行われました、水口彩香さんと、純子さんの対談の Q&A 部分だけをお送りいたします。で、本編はちょっとね、今出せないかちょっといろいろやっておりますので、もしかしたら出せる可能性がありますんですけど、全部じゃないけど、ね、一部だけですけどね、出せる可能性がありますので、またそれできましたらお送りいたします。はい、ということで、どんどんいっちゃいましょう。 Q&A コーナー、はい、放送いたします。ここに個人も存在し、他人も存在しますし、他人の視点というのはそのストーリーですよね。これ本当に今はね、普通の数が分かりにくいと思うんですけど、分かる考え出すと自分が考えてると思ってるから、当然他人も思考があってみたいな、そこってどっちか分かれへんところじゃないですか。分かり得ない、あるかどうか。事実としては思考が、もしも起きているならそれがあって、まあ、普通はそれが私の思考と思うんですけど、それ実は私の思考じゃなくて、単に何でもまともに思考と呼ばれているものが起きてきて去っていくだけ、誰のものでもないんです本当はね。でもそれを誰のものでもないから起きてきている思考を私の思考と呼ばれているから、私が考えているっていうふうに解釈していて、私が考えているには何と誰もあるさん、きっと何か考えているだろう、こういう喋り方と思っているんだろうかとか、そうでもね、その思考が先にあるかとそうやってなさい、思われてるからとかって思いがあるなら、まあそれがあるんですけど、イコール本当にここで思考が同じようにこの人を通して起こっているかどうかっていうのは全くその妄想の世界ですよね。事実っていうのはただ自分がね、そのまあ認識、自分がないんです、自分が認識しているその思考しかないのに、それ以外もあると思い込んでいるから、ああ、もうあの人にこう思ったらどうしようとか、こう言ってしまったけど、こういうふうに思っているんちゃうからとか、思考の中で本当に起こってくるんですよ。それだから本物かどうか関係ないんですよ。知りようはないし、単なる思考やし、さっきの話に戻したらこうやってマスエスが認識してできてこれじゃない、まあ、で自分にとったらないけども、これね、皆さんにとったら見えてるやん、ありなんって言ったらいいかな。で、私にはないかもしれないけど、他人からみたいな存在するじゃないですかみたいな、そこがストーリー、事実とは違いますよね。他人にもせんなんか分かりようがないし、あるのみたいな、ぶっちゃけないんですけど、でもそこを、その人間の話でない、他人なんか言ってない、他人も何も考えてない、何や、今日みたいな。そこで本当に、本当に本当に高く取ると思うんですけど、自然に、何て言うかな、事実かどうか分からない理解性ってなるんですけど、こういうふうに思ってはるかもしれへんなって、自然な思い出とか、事実と違うと分かってるんですけど、ストーリーでも完全に見えてるんですけど、そういう気持ちも起きてきますよね、自然に。自然に応援の気持ちも起きてくるし、気を使うことも起きてくるし、誰も存在しないから何も気にせんでいいってわけじゃなくって、そういうのも自然に起きてきます。で、今ここしかないって言われて、お姉ちゃんがね、ごめん、同じからで、お姉ちゃんが守れへんでって言ったら、ねえみたいな。ね、長野、長野でしたっけ。私は長野で、はい、長野で、今ね、その実家の長野のお家もないよって話をしてそうなんですか。驚愕の事実だから、ね、えっ、ー、みたいなね、それは理解できませんよね。ずっとあると思って生きてるし、当然家族も今も置いてるしみたいな。そこでだから事実、起きてる現実は本当にこれだけ、今ここで起きてこれ以外認識できてないですよね。これと同時にお母さん、お姉ちゃん、長野、見れませんよね。
これでも思考の世界で生きるっていうから、あるものと思い込んでて、ないものをあるって決めつけて生きてるだけだから、いつ通りが生きていける人生っていうものがあって、人間体験できるっていうか、そんな感じなんですけども、本当の本当は何もない、ここにあるっていうだけだから、もっとシンプルに生きれるっていうのは、ここにあるこれだけ、今もう完璧にこなしてるやん、みんな存在してて、僕らしてて、それ以上何も手に入れる必要もないし、変える必要もないのに、これ以外のものを手に入れようとしたり、これ以外のものを欲しがってみたりしてるから、しんどいだけで、今、家族の心配もする必要も本当はないし、明日会社行ってどうしようとかって心配する必要もないし、何も心配する必要は本当はないんですけど、これだけしか、でも信じ込んでるからね、嫌な問題があるとか、家族の今生きてるだろうとか、でも今は本当に存在してないです。もっとシンプルです、本来だって当然そうや、どう言っても私しか存在してないです。そこから自分目指すことができないんですよね、これからずっとこれとしたら、ここが自分じゃなくて、これがあるだけ、起きてるだけ、見えてることがあって、聞こえてることがあって、感覚が起きてるのはそれがあって、なんか思い出るのはそれがあって、でもあるけどね、もうあるって思っても本当にないから、何も起きてないんですけど、そういうストーリーの中で家族を置いてて、悩むのもあって、後ろにセンスもあって、それが自然にそういう感覚が起きてるからすごい、ね、何をやると思ってるみたいな、それを見抜きながら生きていたら楽じゃないですか。問題も本当はないとしてあるって思い込んで、それを隠しながら始まってしまうんですけど、今ここでしかないんだから、これで変な考えてある、もう以上みたいな、まあ、大満足、今ここでもずっとこれ以外のこれ以外のずっと追いかけてるから、いつも、うん、納得いかないですよね事実だけを本当にシンプルに見るだけでいいんですよ。事実、本当にここにお姉ちゃんも存在してないし、なんかここにないんですよね。うん、今後ろに座ってると思ってるかもしれないけど、私は今は認識できてないです。そうです、存在してることは分かる、パンあって認識して解釈して、パンと自然もすでにあって認識して解釈して、何もしてないんですよ、自分は。何度何なことでしょうみたいな。抵抗さえしなかったら、いつも完全に今ここで自分が存在して、もう全てが整ってて、全てがある、欠けてるもの一つもないんですよね、ほんまに。完全に満たされてる、今っていうのは。どんな思いでも嫌な対比、不満や、欠けてる私、こんなんか嫌やって言っても、それが完璧に今起きてて、自分っていう個人の力関係なく完全に起きていくのは何もせんでいいんですよ。存在が足らない。ここ、あ、これが存在の全て。その中でこうやって映像が変わっていって、音が変わっていって、起きて消えて起きて消えて、その活動性、これがあるだけなんですよね。なんかバーみたいなものがあるみたいな感じる人もいるかもしれないけど、その教師に入らないとか、この世界突入みたいな、ここみたいな、これみたいなね、どこか行く必要もないし、今以上変化する必要もないし、変わらないんです、本質的には。どう生まれてもないし、言葉もないし、表面的に変化してるように見てるだけで、動きがあるだけで、質問中です。ありがとうございます。先ほどアイパーさんがおっしゃったことなんですけども、全自動で生きている、はい、で思考っていうのは全自動ではないのかというと、個人だけが思考を作っているのに、それは全自動じゃなく、もうセルフっていうのが
標準語で書いてくれて、うん、あの見てみて、次の自分が次の何どの思考が出るか分かってる？分かります？分からないです、うん、それがもう答えですよね、すべての。もし個人が思考を起こせるんであれば、好きな思考を起こすじゃないですか、私たち当然、うん、ネガティブな思考よりもポジティブな思考の方が気持ちがいいですから、うん、あの悔しいとかよりも私は大丈夫みたいな思考を作りたいんですよね、できるものなら。でも浮かんできちゃいますよね、勝手に悔しいわ。で浮かんだ後でしか分からないじゃないですか、いつも。
寸大臣がかっこいいですよね。お金ってそれも全部幻想だよっていう風に、なんか非二元なんかだと倒れるのかなと思うんですけど、例えば甘い優しい仕事に行きたくないなっていう風に思って、それとこう毎朝戦いながら、でも毎朝仕事に行ってっていうことをしているのは、それは自動操縦なのかなっていうことが一つ言っていると、あとは仕事を辞めたいと思って辞めて、でそれでもお金も幻想だとしたら、辞めちゃってもまたどっかから入ってくるよっていうようなことなのかっていう、なんかちょっと幻想の話なんです。最初の方聞いてます。お金は幻想なのかっていう。天才のものはあるんですか。はい、お金は幻想ですか。なんでお金だけが幻想なのかっていうのをちょっと言おうかな。そうそう。仕事もお金もですかね。だから、自分は毎日仕事に行かないとお金がもらえないと思って、あんまり好きではないけれども仕事にしている毎日というのは、もしかしたら幻想なのかもしれないんだけど、ただその、嫌だなと思いながらも毎日仕事に行っているというのは、もしかしたら自動操縦なのかもしれないんですけど、ちょっとなんか話がまとまらないんですけど、仕事に行っているのが事実であれば事実ですよね。朝起きてお仕事に行くってことが起きてるんですよね。はい、起きてますよね。それ幻想ですか。行ってます。仕事行ってます。起きてることは起きてますよね。起きてるのは起きてます。よくこの世界全ては幻想だみたいなね、話とかあるじゃないですか。はい、ね。死後元気みたいな。声が聞こえなくて。何が幻想なんやろ、何がストーリーなんやろ、はいはい、それがよく分かる。私が言うとしたら、はい、私が幻想なだけで、うん、あとは全部起きてることがちゃんと起きてる事実ですよね。あ、そこに何か行為してる自分、私っていうのは存在してない。そこは錯覚、何かをし仕事に、うん、いやいや言ってる私が存在してるっていう、私が幻想なだけで、うん、体があって声が起きてて仕事に行ってて、うん、いろんな思いが湧いてきて、うん、それが起きてるなら事実、今起きてる現実ですよね。そうですね、うん、でお金お金もあるならあるしないならないし、まあ、そうなんですね。なんかジュコロさんの動画で、今手元にお金がなくてもどうにかなると思っているから、なんか気持ちが楽だっていうのをなんか見せてもらったんですけど、お金がね、どうにかなると思ってるからくっていうよりも、はい、別にどうにかなると思ってるからお金が入ってくるっていうんじゃないですよ。どうにかなるわと思って安心したら絶対お金が入ってくる、だから楽進行って言ってるじゃなくてその奥義を伝授してるんじゃないですか。みんな出ないと思いますよね。これで、ね、その奥義を伝授してるんじゃないですか。今は楽は不安がないってだけで、それで言ってたら、うん、そういうものは、いつの時に入ってきて、だから、ないならないし、あるならあるっていうだけで、それに対して解釈と判断がないから、これは嫌、会費多いとかないから、今1000円やったら1000円がある、なかったらない、しょうがない。でももっと欲しい、もっとないと嫌や、10万円ないと嫌や、100万円ないと嫌やっていう期待があったらね、今1000円しかないって言ったら比較するから苦しみが生まれるんですけど、今1000円しかない、1000円がある以上と本当は生まれるんですよね。条件でよくやっててくるでしょうね。不安があるから、お金がなくなったら死んでしまうかもしれないっていう、結局そこに恐れがあるから、はい、そうそう、だからね、何でしたっけ、質問は。お金が幻想かどうか。お金が幻想と
を捉えるっていうのはあります。私っていうのが存在して、私が生きて、私が仕事に行って、私が考えてる、決めてる、選択してる、お金を手に入れる私がいるっていう、私が錯覚、幻想、夢、楽しんでいくことが起きるかもしれないし、本当に何が起きるかは絶対何も分からないんですけど、全部自動で全自動起きているだけなんで、なんか起きていることは本当に自然に意味なく起きているんですよ、全て。それを捉えて解釈して思考の中で私の都合と違うことを嫌がっているだけで、その私が存在しないから何もコントロールできない、できる主体がいないんですよ。コントロールできないものをコントロールしよう、でそれから苦しいってだけでね、ただ起きてるものをほっといてあげたら大丈夫になっていく、自然が整ってきて、いやと思いながら行ってた仕事も自然にね、その気持ちに抵抗しなかったら、なんか自然に整ってきて、こう元気出てくるっていうか、それも自分で実践してみて実感するしかないんですけどね、ほんまに。それもなんか、そう、実践してみようと思って、もう実践できないかもしれないですよ。その時に、あ、また私はあかんと思うんじゃなくって、そこで個人的に取る必要がないっていうことです。誰も悪くないか。そうやって気楽に来てたら、なんとなく、何をなっていく。わかりました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。同じようなことですけど、起きていることに抵抗をしなければ、はい、その生命の流れ、この生命がこう変化して現れて変化して現れて変化して、明らかに起きてますよね、これ。で、いつもこう流れ、まあ、生命の流れってもし言った場合、でその出てきたものに抵抗しなければしないほど勝手に今整ってるとおっしゃいましたけど、生命の流れで行けるわけですね。その流れで行くというのは、自我が名前に持ってくるとか、なんかそういう、いいんじゃないですか。そういう意味じゃないんですけども、抵抗しなければしないほど、今、嫌だっていう気持ちが起きてたら、もうそれ、嫌だが起きてるなっていう、それいいんですよ。で、生命が勝手にどうにかしてくれて、流れて、でそういう意味でそのこう自分がどうにかしなきゃとか、こういうことしちゃいけない、こんなふうに思っちゃいけないとか、こんな感情出ちゃいけないとか、こんなふうに感じてはいけないとか、なんか怠けたいと思ってるけど怠けちゃいけないとか、そういう感じでその抵抗を作る、で抵抗を作ってしまうとそこに苦しみが生まれてしまって、でそのこう生命のこう勝手になられる流れが流れなくなっちゃう。でもそこに、ああ嫌だって気持ちが出てるんだ、終わりみたいな、なんか生きたい感じなんだ、終わり。で、自我はすぐにそんなことがずっとついちゃって、私たちもずっと飲み込みになっちゃうかもしれないわみたいな、なるんですよ。必ず変わるっていうのはもう私たちがこう否定しようもない事実ですよね。物事が生まれて変わって、生まれて変わって、動いて、でそういう風に勝手に変わっていくから、どっちにしろ、でそういう意味でなるべく抵抗はない、ただただ受け入れる、受け入れるってことで、一応頑張って受け入れるなんですねと。
もうあるようにあるんですねと。わかりました。それでも、でもお金欲しいんですよと。それでももっとなんか美人な彼女と付き合いたいですよ。かっこいい彼氏と付き合いたいですよ。もっと大きい家に住みたいですよ。と思う人にはどんなアドバイスされますか。来てるセミナー間違ってるね。間違ってます。ありがとうございます。いい切り返しです。ありがとうございます。まあ、わかりました。そういう、なんかでもお話聞いてますと、なんか非常に、まあ、夢も希望も持てないのかな、みたいなね、気もするんです。なんかもう生まれて、なんか頑張るぞとかね、じゃなくて流れに身を任せなはれ、みたいな感じなんで。夢持ったらいいじゃないですか。あ、なるほど。まあ、そうなのかなと思うんですけどね。まあ、僕ちょっとキリスト教をかじってた人間なんで、ちょっとまあやっぱりここの聞きたいのが、じゃあ神はいないんですかみたいなね。だからなるほどと、ノンデュアリティですね。もう空の世界がありますよ。で四季の世界が、四季の世界、ストーリーの世界がね、ここで展開されてますよということだと思うんです、僕の認識ではね。じゃあその空も作られたんじゃないのかと、神が想像したんじゃないのかと。一次元のね、対象のない世界をね、まあ、一別体験で見た人もいるじゃないですか。でもその世界すら見えるも見えたんだから、まあ、神が何かいてね、作ったんじゃないのかという気もするんですけど、どうでしょう。神っていうのはどういうエネルギーなんですか。あ、宇宙エネルギーでも何でもいいんですけどね。なんかそういう、まあ、もその垣間見られたね、ノンデュアリティの世界の外側にね、なんか別の世界があるんじゃないかとかね、ちょっと思ったりもしてるんですよ。あの神っていう、例えばそのあのイエス・キリスト様みたいなとか、あのなんかね、仏様の個人的な想像の違いって、すべてを想像した個人、個体みたいなが、いるってことは、キリストとか、あのブッダとかね、この世に現れた、まあ、存在ですから、そのキリストかってたあの神とつながったわけですから、その上で上っちゅうかね、神は神ですよね、まあ、ゴッドっていうか、それなんか存在としてですか。もう存在なんですか。ぶっちゃけは分かんないです。ぶっちゃけこの世界誰も作ったとか何度できるのとか私は知らないです。ですよね、はい、はい、何も知らない。エリカさんどうですか。全然わからないです。わかりました、ありがとうございます。みんなそういうだから神は救ってるんだろうか、想像しちゃいるんだろうかっていう思いが自然に起きてるだけなんですよね。あのそのまあそこの辺難しいんですけども、そのただ流れるままに行きましょうって言ってるわけじゃないんです。別にパッション入ってきたらパッションの鑑定ってしましょう。それに抵抗する必要全然ないし、目を開いてきたら指に抵抗する全然必要ないし、私はこうしたいああしたいわーっていうものが出てくればそれに抵抗する必要全然ないし、でそれに乗ってっちゃってガンガン行っていいし、だってパッション自分が明かそうと思ってわからないじゃないですか、ね、いつからだからなんかいつの間にかわーっと湧いてくるんですよね。こうしたい、ああしたい、でそれに乗ってやっていっちゃったってできないしね。うん、なんか夢を持つなとか夢を持つ必要があるとかっていう話じゃなくて、夢が湧いてきて、なんかしたいって思いが湧いてくるならもう自然に湧いてきてしまうんでね。それも夢を持つなとかあることじゃないと思うんですよ。でもただその夢をのなんていうの、そこがゴールに到達するために自分が何かをコントロールして必ずそこに行けるっていうふうに執着してしまうと必ず苦しみになりますよっていうような話でね、夢が湧いてきて夢に向かっていくっていう動きが起きてくるなら起きてくるだろうし、何でもするんですけど、それ夢中でやったら楽しいでしょうしね、全然いいと思うんですけども、そういう思いが湧いてきて夢目標を立てた、そこで一旦それ終わってるんですよ。次の瞬間とかの時にはないんですけど、次々展開していって、その場までやることをやっていって、で結果的にその夢と思ったことが叶うかもしれないし、叶わないかもしれないけど、そこは全く別だな。結果、
自分の力でコントロールしてないっていうことだけ知ってから、でもその展開していくならそのものを純粋に楽しんでいける。どうしても執着したくないです。こう立てたり目標立てたりして、立てるのは全然悪いことじゃないですよ。なんか思ったら、ね、思いも湧いてくるし、したいな、愛を考えているような目標とか夢というか、あのはいはい、いろいろ勝手に湧いてきて勝手にやってますけど、でもそれいつまで続くのかどうかさっぱりわからないし、来年は全然違うことになる。全然分かんないですね。そんなとらわれがないからやってる相手もあるんですよね。毎日その今したいことしてるみたいな、そんな感じで、なんか夢を持っちゃうとかそういう話じゃないし、そのグーいい芸能って言われて何でもない東京のとかっていうんじゃない、逆にもうどの自由何でも起きてくる、それ全部許されてるっていう、うん、あそれなら執着するのも、あもちろんそれさえも OK で、OK で、頑張って OK で、ね、もちろんだから頑張ったっていいんですよね、うん、そう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 、なんかそこのところが私ちょっと全然それで、ね、全然OK、あ、終わりました、執着も許されてるんですかってね、質問あったんですけど、もちろんです、執着したら苦しい、執着せずに置こうっていうのも自分でできないし、選択できる主体はここにいないから、何も起きてくるんですよ。本当に苦しみも起きてくるし、執着も起きてくるし、それでも何も悪くない、人を恨むことも悪くないし、起きてくる人を、この前にそのキリスト教の中勉強されてるっていう方がお話しからいらっしゃって、人を許すことを学んでるんです。人を許していくっていう、まあ、勉強されてるって書いてて、人を許そう許そうと頑張ってはるみたいな感じですけど、でも許せない人も許せないですかどうしても許せないみたいな、でもそれが考えたら許そうって努力する、でも苦しいですよ、許せないんだから、そう許せないってことも許されてるってことなんですよね、元から。お前は絶対許したくない、許せへんっていう思いすら許されてるわけですよ。最大の許しを全てが許されている。人を恨むことも憎むことも結局殺すことも起きる、起きたらそれが許されているんですけど、人をいちいち私が許そう、許せないことを許していこうってするから苦しいっていうだけで、どんな感情でもどんな思考でも許されてあっていいって起きてきて、何でもいいです、仕方ない、起きてきたら、うん、自然に起きてくることに手つけずに行けたら自然にかと思ってます。質問いいですか？はい、どうぞ。またいいかな、またいいかな今日の主役みたいな、お金のお金です、お金のお金のお金の毎日ね、あの寝る前に私いないじゃんって、結局ね、肉体に起きたことをやってるってさっき気がついたんですよ。だから、あ、結構自分がやってるつもりがやってないんだなってことが逆に分かったんですよ。朝起きてね、やってることを一日こう逆算してみたら、同じことやってるんですよ、毎日毎日ね、っていう。それで何か、やっぱりこう、もう ある意味のやっぱそっち、そしたら肉体的機構、自分の肉体的機構で自分を覚えてる、うん、その気持ちがつまり五感で生きてるって感じなんですよね。あの、で五感の感覚で生きてるのかなって最近思いましたんですね。で質問は、それで毎日流れてくるっていうのが最近よく分かるようになったんです。なんと自分がいなくて、で起きてることは起こってるって。でも一つこだわるのは、じゃあ私の運命っていうのも決まってるのかなって、その運命を決まってるのかなって。時間を感じちゃうんですよ、私。あ、そうか時間がなければ運命はないんだけど、どう、ね、あ、てか存在ってしょうがないですよ、運命が。いや、そうじゃなくて、なんかね、結構私もなんか今までずっとね、やりたいことやってきたと思ったけど、そういうことを繰り返してたら、なんだ、自分は何もやってないってことが分かったんですよ。まあ、すごいよね。だから、運命とか言うけど、あ、運命もないんですね。そう、運命っていうか、だから時間を感じちゃう
ていうのこれこれこういうことが起きるのがもうすでに決まっているみたいな、なんか運命論っていうかこの時間を私は感じてしまうんです。運命って言った瞬間にそういう言葉は見えるのないのね。あ、っていうかその時間がない、時間がなければ運命存在しようがないですよ。うん、結局あの千穂さんなども説明しましたけれども、うん、流れっていうのはその思考が作っちゃっている連想ゲームなんです、うん、であたかもつながってるかのように、なんか一つの人生が私が生まれていくのとかっていうのがこうあたかもあるかのように、うん、はい、その連想ゲームなんですよ。でも全部それってイメージの中にあるだけの話、今のここに、うん、じゃあ僕ねは要するにストーリーなのでね、うん、そうです。いや最近そう思った、起きて何自分は何もやってないってことを結構お答えいたしました。わかりました。そうなの、ありがとうございます。ありがとうございます。あとでも何以上同じことしてるって言うんですけど、同じことで二度とないんですよ、ほんまに。あ、まあ、同じように考えしてるんだと思うんですけど、ほんまにマスター、そうかもしれない、同じに見えるだけ。そんなに同じものを繰り返してるっていう感じでも、うん、絶対にどのエイサーが今違うエイサーが終わっても、まっさらまっさらまっさら、あ、同じ体験じゃないってことですかね。あの同じ見えてもね。そうです、うん、さっきもその家族帰ってお姉ちゃんおる、お母さんお父さんお子供おる、まっさらですよ、初めて会う人、うん、本当にその場でその瞬間パーッと会われて、わかります、埼玉から来た、海外にいました、ありがとうございます。埼玉、お名前は大久保ゆうしかです。ねえ、どういうの？絶対ならない。
なんですよ、これから動き。ね、でもそれぞれ、あの人は認知してるって、それぞれがやってると思ってるんですけど、これはこの瞬間を生きてるってだけで、でもちゃんとか、うまく秩序があってね、家に帰ってある人をパッと認識した時に、ちゃんと、あ、お母さんって認識して、家族って分かって、ストーリーがあって、記憶もちゃんとあって、みたいな、そういう思いの中で生きていく人生があって、すごいな。すごいですよね。ほんま何も起きてないのに、誰も起きてないのに。だから、ほんまそれぞれその場でその役割ちゃんとこなして、完璧なんですよね、ほんまに。なんか分かってる人がいるわけじゃないですか。いつも言うのはね、こういう会に来て、前に喋ってる人の話分かれへんかったら、どうしても、あの人分かってて、私はまだ分かれへん、分かってない、自分の方がまだあかん、みたいな。早く分かりたい、早く体験したい、早く振ろうとしたいとか言って、比べてしまうんですけど、どっちも一緒なんですよ、ほんまに。こっちも何も分かってんし、そっちも何も分かってんし、それは何も分かってんし、みたいな。見かけでそうやってやってるだけで、だから別に分かれへんかったって、自分が悪いわけでもないんですけどね、その分からないなーっていう思考が自然に起きてるってだけで、なんか自分が考えてる感がするもんやから、そうね、思い込んでるだけなんですけど、本当に感と一緒で、誰も聞いてないし、誰も考えてないし、誰も味わってないし、誰も匂ってないし、誰も感じてないし、誰もね、誰もいないんですけど、起きたことを私起きてきてるって捉えて生きてるってだけで、その時お母さんの目の前にいたら、あ、お母さんがそのお母さんがいるっていうことが流れで関係ないとかじゃなくてっていうこと、ん、関係ないっていうの、あ、関係ないっていうか、つまり何かつけて、ん、何か、あ、ちょっと今分からなくなりましたすいませんちょっと頭がちょっと働いて分かんなくなりました。なんか自分を中心に、なんとなくこう私が作ってるのかっていうの、私が作ってるわけじゃない、私はないんですかね、うん、あ、そうですね、分かりました、分かりました、分かりました。この日に何まで立候補する映像解釈して分かるんじゃなくて、自然に何全体がだけなんだって。だからこんなん来てもいいんだって、いつも言うてくれたらいいし、選択できないでね、ほんまに。そうか、ほんとに買っとこうと思っても、体動いちゃうみたいな。ポチッとしちゃったみたいな。だから何言ってても苦しいは苦しい。どっちに気遣ってくださいって言ってもこないそうかもしれない。だから欲しいなって言わせてもらってるって話の方が、何もフェイスブックとか何にも書いてない、なんでこんなに来るんやろうとか不思議でしゃないんですけど、それをただまあ起きてるだけで、すごくもなんともないいつまで続くかもしれんみたいな、お気楽ババアなんですけど自分でやってる感がないから、もうだんだんとだんだんとこれこれこれでやることやってっていうこと言ってて、結果全く気にしてないみたいな、良くなろうと悪くなろうと起きることが起きるだけで、どっちでもいいみたいなね、自分ってすごく意味を見出したので、意味を見つけて、意味で納得して、意味でそのこうハッピーになりたい、だからどっちでもいいって言われるとすごく意味がないように思えて、でそれでそのあの何でしょう、なんかこうやさぐれた感じが出て、なんか近未来の方がやさぐれるよみたいな、なんかそのなんかこう高揚したみたいな思っちゃう時いるんですけども、その意味を見出して、こんな風にこんな風だったわーみたいな感じで、そのこういうなんかこう素晴らしい、こういう風にこうやって頑張ってこうだったら、こんな風に起きて、こんな風に私はやり遂げてとか、なんかそういう風に意味を見出すことで自分が満足したいっていうのがすごくあるので、どっちでもいいとか言っちゃうと、なんか成功しても成功しなくても、なんか急にふにゃ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 みたいな感じに感じるかもしれないんですけども、よーくよーくよーくよく見てみれば、結局なんか怒りは起こないですもん。そこはもう変更しようがない。で、一つその意味によって、
けて楽しんでるのは別にいいんですけども、意味にその価値を置きすぎることでやっぱり苦しみが生まれてしまう。と今度は自分の中で意味がないって判断した時にすごく今までやってきた努力がなかったみたいな感じに結局そこに苦しみが生まれてしまう。でどっちでもいいって言ってる時のこのどっちでもいいは意味がないみたいな意味ということのどっちでもいいっては全然なくって全てがもうそのまま受け入れられているっていうものすごい需要の中にあるわけです。ものすごい需要の中にある、もう 100% 無条件で受け入れている需要なんです。どういう結果が出てたとしても時間的にはいろいろ判断したかもしれないですよ。でももう 100% の無条件にもすごい自由なわけです。っていうのは、まあ、言い換えれば愛って言ってもいいし、なのでその自由を思い込めるような荒涼とした世界では全くない。もう自我が受け入れない、自我が受け入れないものを完璧にかきちんと言うと、もうしっかり受け入れている。自分が自分を否定してでもすぐ受け入れられている、全部。なので決してそのやさぐれた感じの世界ではないと頭でね、もうその捉えて考えて概念でやってしまうと本当になんか基本的になっちゃうんですけど、なんかほんまフレッシュライブです毎週毎週最終的に絶対合わないんですね。無理です。
どこかまでは分かる、あの使えるんですよ、全部。例えば、スマホのスクリーンと、映像の畳も途中までしかやっぱりダメなんです、すべてが。で、それで、まあ、ある程度分かりやすいところまで引っ張りたくて使ったり私するんですけども、でもやっぱり最終的に無理です。で、大会だよねって言って、じゃあ子供が聞いちゃった時に、大会になった時がそのサブレなのかとかっていうふうにイメージされてしまうと、やっぱり全然違うんですね。そういうことじゃないです。なんかその、そういうふうに分けられるものでは本当になくって、全くで現象として別に終わらないし、本当の私と大会の方が本当の、この小波の方がまあ自分偽の私で、大会の方が本当の私なんだ。結局主題なんてないんですよ、本当の私なんていう。主題があるうちの中で違うものが対象が出てくるんで、ただ現象があると起きているだけなんですよね、すごいシンプル。動きがあるだけ、その大会になるとか、大会の状態になるとか、大会みたいな感覚になるとか、そういうことでも全くないんです、ね。うん、ちょっと自分に書いててどんなふうに取り使ったかちょっと覚えてるんですけど、やった時ならすごくいいと思ったんですけど、これ使えるみたいな。あの時点まではそれで、その方便というか、例えるときスクリーンと映像とか、海と粉身とか、鏡と、そういろいろ何でもいいんですけど、でもそのなんか実体のあるものがどうなるとか捉えるとちょっと違ってくるんで、そうならなあかんみたいなね、そっちに行かなあかんみたいな、でもずっとそれが縛られて生きてるんですよ、ずっとみんな。だってほんまに3秒前は自分でいないでしょ。こっちに当たってもない、でずーっと次々喧嘩していってて、もうねえでも感覚的にその時間の中で生きてる感覚が、あるから過去があって未来があって、これから自分が生きていかなきゃ、進んでいかなきゃ、なんかしなあかんと思ってるから、重たくなってくるんですけど、自然どんどん展開していってくれてるから、ほんまに大丈夫なんですよね。だからその大会の一滴の私みたいなのはないですよね。そういう私はいないんです。実体がない、実体がない。あとよくあのスピリチュアルのマネスで微妙に間違えられちゃうんですけども、その We are all one とか、私たちはみんなつながっているっていうのと、人間が同じように考えられている時もあるんですが、ウィアオールワンの時には、なんか私もあなたもいて本当はつながってるのよみたいな、そういう認識ですよね。で、そうではないんですよ。私もあなたもいないっていう、はい。そういう意味で、スピリチュアルなところで言ってるワンネスと、実は違う。微妙に全然違うんですね。なんかこう、私たち実はなんかバラバラみたいっていうのは本当はつながってるよとか、そういうことじゃないですよ、なんかその時間があるのは全部違う。スピリチュアル自分がで成長して進化になるとか、創造性になる、次元上昇していくとか、全部時間が感じ取るじゃないですか。気に入るのは時間がないんですよ。なんかここに存在、そう、では私とみんなもいないし、私とみんなはつながっているとか、そういう私とみんなはいない。主体も対象もなく、全体の現れが今起きているというだけなんですよ。個人が成長していくという話は全部スピリチュアル時間の中で動いているから、でも本質は本当に時間がない。これ頭で分かる必要ないじゃないですか。知ってるもんあるもんって理解する必要がない。前にずっと全てが全部ちゃんと自然に起きてくれているんで、
もう何にも知れない足利子さんが悪いことはないんですよ。でも塩と持ってきたわけじゃない。そうそう、そうです。何にすんねん、確かに悪いってすごく全然いいし、何でも持ってきますよね。どうぞ質問あるかか、あ、利子さんどうぞ。
よく言われるエッグハントトールとかもプロシーブの定かで覚醒したみたいな話とか聞くとね、やっぱりそこがない限りね、本当関係ないんですか。そういう方たちの話を聞くとなんかすごい怖くなる、うん、なんかそういう思いをしないとそこに行けないのかとか、あ、まあ、あの個人の感覚で考えたらそこに行けないのかって思ってしまう。関係ないですよ。普通に来ても解放って言われてることが起きるかもしれないし、性質って言われてることが起きるかもしれないし、起きないかもしれないし、あの、まあ、愛が聞こうと思ってたんですけど、ああなるほどっていう愛っていう言葉なんですけど、あの皆さんに使われる愛っていうのは、あの親子の愛とか、それから男女の愛とかじゃない愛で、愛ってあれ何なんだろうっていつも思ってたんですね。あのどんな感じなんだろうって。でさっき言ったそのあの包み込むっていうか、その、受け入れみたいなことなんだなっていうことでちょっと分かったような気がするんですけど、愛って、もう一回言うと、愛ってどういう感覚？感覚じゃないです。今もうここに全てが現れてること自体が、うん、でもなんかこう受け入れられている、ここまで表現してもらえないかなっていうどんな感じか感じてたらないんですけど、愛でできてる、すべては愛でできてるっていう、その愛ってどんなものっていう、あのちょっとごめんなさい、的に答えちゃっていい？多分その質問が出てくる前に、行く前に自分の中の愛、セラピー的な時間を少しないって話になっちゃうんですけど、自分の中の愛でもうちょっとつながる方がいいような気がする。そこを深く突き抜けた時に個人がいる、どこから行っても結局最終的に突き抜けていけば同じところにしか行かないんですよ、やっぱり。だからもう漠然と愛って何ですかとかやってるのにも、多分なんかそうなると思ったんですね。なんかこうどんな風に感じるのか知りたいと、感覚どうなんですかってことですか。あのすごく愛っていう言葉を使われるんですけど、多分あ私たちが言っている愛ではないんだなっていうのは分かる。だけどどんなことを愛と表現しているのか、なんか知りたい、ね、私も知りたいんです。私は愛で使わないんですけど、でもその受け入れられてるっていう、そのあるようなものが起きてるってことを、まあ、愛って言われるんですよ。まあ、もちろんそのもちろん言葉で言ってるだから、そのレッテルに対してまた定義つけてもあんまり実は意味ないかなと思うんですね。愛って言われるウーポートルと一緒なんですよ。そうそう私も母たちにあのここっていう名前つけましたけど、今日私ここだとか でも全然いいわけですよね。ここ結局言葉って言ってるんですから、それよりもまず何て言うのかな、例えば自分がその、ものすごく抵抗してたものとか、自分の悲しみとか自分のなんちゃらを深く自分が受け入れた時に実感として体中に分かるわけですよ。それも言葉じゃなくって、でそれを深く見てたときに、はって気がつくと、またこういう効果って言うんです。そこからでも効果が、いろんなにあり方があるんですね。道の一つじゃないです。本当に。でそういう意味で、その愛って言葉で言ってくださいっていうのが、なんかすっごく、で、だから、でもじゃあそれで感じられるかって言ったら全く別の話なので。それ探してもしょうがないし、今ちょっと感じたことっていうか、あのここ1年、2年ぐらいでこういう話をすると、どういう時なのか私よくわからないんですけど、自分の中で心臓ここですよね、ここが染み入るっていうか、あの人
感じてる、ここが。いや、それは分からないかもしれないですよね。で、これって何なんだろうっていつも思うんですけど、それこそ自分じゃない、自分が感じてるっていうに勝手に、まあ、私はね、そういうものはほっときます。うん、分析しない、何なんだろうとか。答えないよ。はい、はい、もうね、そろそろ4時半って時間なんですけど、もうぴったり出ないとダメなんですかね、これやっぱり。最後の質問にしましょうか、次。本当に最後の質問、誰かいらっしゃったら。いなかったと思います。あ、手を挙げたな。どちらか一人です。
はい、どうもありがとうございます、ということで、またこの前のところなんですけどね、多分放送できると思うんですけど、すいません、頑張っております。また楽しみにしてください。はい、ストーリー系の、ね、放送は今後ともスピーチャーというより続きますので、また見ていただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。あ、新春スペシャルでやりそうね。